告白小説、その結末は、ロマン・ポランスキー監督による、2017年の、フランス・ベルディ・ポーランド合作のミステリー映画。原作は、フランスの作家デルフィーヌ・ドビガンの、デルフィーヌの友情。2017年5月に開催された第70回、カンヌ国際映画祭のコンペティション外で上映された。デルフィーヌは、母親について綴った、デビュー小説が、ベストセラーとなり、 作家としてのキャリアをスタートさせたが、自分の家族をさらしていると非難した匿名の手紙を受け取るようになる。うつ病と作家のスランプに苦しむデルフィーヌは、彼女のファンで魅力的な理解者のエルという女性と親しくなっていくが、次第に彼女に疑問を持つようになる。映画批評集積サイトのロッテントマトズには15件のレビューがあり、批評家支持率は47%。 平均点は10点満点で4.7点となっている。メトクリティックでは発見の批評に基づき、過重平均値は43、100となっている。ありがとうございます。